はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、たかぽんです。今回ですね、前回の続きからやっていきましょう。前回の動画を見た人を前提に進めていきますので、よろしくお願いします。ではですね、やっていきましょうか。これに明細つけるだけなんですけども、まあ今回というか、まあ自分の好きなテクスチャーを用意して、貼り付けてもいいですし、うん、そうだね、何でも案外できますので、こっからはもう本当自分で個人の自由ですよね。うん、どこだっけな、違うな、 L4D アドオンの素材テクスチャー、テクスチャーこれしかないか。だったら、ここから作って、ここからもらっていくか。本当に自分でテクスチャーの画像、なんでもいいですので、キャラクターでもいいですし、なんでもいいですよ、本当に。うん、なんでもいいかな。今回は何使おう。メタル。ペインテッド。これ使うか。使いたいのを用意して。大きさ変えるやつ違う。うん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 と、オーバーレイ、まあそんなこんなで、まあ出来上がりましたら、うん。出来上がりましたら、普通にし、書き出してですね、JPEG で書き出して、そのまま、置き換えで、でこれ閉じて、これですね。これが出来上がりましたと。先ほどのですね。で、これをですね、VTF エディット開いて、ファイルからインポート選択して、この OK。ファイルからエクスポートじゃなくてセーブアズですね。セーブアズで VTF の名前を先ほどの、はい、これに選択して保存と。はい。これで OK ですね。あとは、このチュートリアル、マテリアルズ、モデルズ、V モデルズ、ウェポンのワライフル、ライフルの中の M16A2、VTF がこれに変わりました。あとはですね、これを L4D2 の VPK.exe こちらにドラッグ&ドロップで入れてアドオンを作成と。で、VPK.exe はですね、L4D2 のですね、ツール、Steam のライブラリからツール選んで、これですね、こちらのツールをインストールしとかないと、ないですので、インストールしたらですね、L4D2 のビンフォルダ、こちらですね、
コモンの後のコモン L4D2 開いた後のこちらのビンフォルダの中に vpk.exe っていうものがあります。こちらにドラッグ&ドロップでアドオンを作成してください。でアドオンを作成できましたらですね、これでアドオンができてると思う。作成できたらプログラムファイルのスチームの APPS のコモンの L4D2 の L4D2 のアドオンの中にこうやって入れると。であとは L4D2 を起動して確かめるだけですね。はい、読み込まれましたと。であとは確認するだけですね。よし、来ました。で M16 ですね。こんな風に変わってます。 M16 が、はい、このような明細になりましたね。あのしょぼいですけど、気持ち悪いの分類なんですけども、あの、うん、俺から見たらすごく気持ち悪い分類の明細なんですけども、こんな風にですね、あの明細変えることができますので、あのご自分の好きなですね、あの明細に変えていただいて、あの自分のね作った銃であの遊ぶのもいいと思います。それがね、あの一番ですので、うん、本当にそうだね、いろいろ変えれますので、いじってみるといい。明細ね、あの自分で作ってみると面白いですので、やっぱりそれが L4D2 のパソコンでのね楽しさというか、やっぱりね、あのいいところだと思いますんで。じゃあちょっとね、今回はこの辺でね終わりたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。